話がナスに近い話になるんですけど、 UPS をまた買い足しました。UPS のメーカーでいうとオムロンとか APC とかなんかそういうところは結構メジャーなところだと思うんですけど、サウンドハウスっていうですね、まあ、なんていうんですかね、音楽島村楽器とかに似た、まあ、楽器屋さんなんですけど、どちらかというとちょっとなんていうんですかね、価格破壊者というかあの楽器屋って基本的にいいものをユーザーにみたいな感じであんまり安く売ったりすることでなかった店が多かったと思うんですけど、まあ、ちょっとそこになんかアマゾン的な感じで格安系の輸入音楽機材を通販で売るみたいなちょっと価格破壊的なことをやっているサウンドハウスってメーカーがあって、そこがですね UPS を取り扱っているのでちょっとそれを買いましたね。で、私実はこれまた2台目で1台を持ってるんですけど、まあそこそこ問題もなく使えているので2台目を買い足すことにしました。で、サウンドハウスっていう、まあ、楽器のメーカーなので、なんで UPS で扱ってるのかっていうのはちょっといまいち私もよくわからないですけど、なんていうんですかね、買ってる人も多くて値段的にもすごく安いので、まあ、いいものかどうかっていうとそれなりな気もするんですけど、正直私はまだトラブルを一度も抱えてないので全然これでいいんじゃないかと思ってちょっと使っています。で、このシリーズがいろいろあって容量別だったり、その制限波じゃなくて区形波だったりみたいないろいろモデルがあったりとかするんですが、まあなんかどちらかというと大量に安く買えればいいじゃんみたい、そういう扱いでやってる感じですね。音質向上とかそういう観点ではなくて、なんかその DTM とか音楽を作ってる時にデータが消えないようにみたいな、多分そういう観点で扱ってるんだと思うんですけど、この4台セットとかねよくわかんないけどなんか台数まとめてで売ってるみたいな感じのところです。まあ鉛のバッテリーを使ってるんですけど、交換できるタイプのものは結構安く買えてですね、バッテリーも1本2000円ぐらいかな、2000円で、まあ私が買った UPS は2台使うんですけど、バッテリーの引き取りも無料だったりとか、いろいろ至り尽くせりでやっているメーカーさんです。で、私が今回買ったのは最上位グレードのこの UPS2000PS2 ってやつですね。定価だと 24,800 円で、27,000円かな、税込みだとぐらいするもので、容量的にも制限波でとかで、 LINE インタラクティブのやつなので、まあそんなもんかっていう感じな気がしますけど、2000VA なんでそこそこ、まあ、持つだろうなというふうな感じですね。私がこれを選んでる理由はちょっとデメリットとメリット両方含むんですけど、サウンドハウスのこの UPS ってオムロンとか APC と違ってあれなんですよ、NAS からの制御ってちょっと難しいんですよ。APC とかオムロンのメジャーなやつは NAS に接続すると NAS 側がこの UPS を認識して停電した瞬間に信号が送られてきてシャットダウン処理をしたりみたいなことができるので、この UPS の電源がなくなる前に NAS の電源をちゃんと落とせるっていう機能とか普通に使えたりするんですけど、このサウンドハウスのものに限っては Windows のソフトとか、Linux のソフトみたいなのが、まあ、ネットを探せば出てくるんですけど、パソコンの電源は切れるんですけど、ちょっと NAS ずっと連動するっていうのはちょっと難しいのが、まあ、ちょっとデメリットではあるんですが、私はちょっとそういう使い方はしなくて、どちらかというとうちの今の環境って停電が何時間も続くっていうシチュエーションよりは1分とか20秒とか短時間の停電が起きたりとかも、あとあれですね、自分でブレーカー落としちゃったりとかですね、そういう時が結構多いので、まあ復旧することが前提でバッテリーがなくなるまでに電源が回復すればいいかっていう観点で使っているので、もうその自動シャットダウンという機能は全く使わずにただつなぐだけで使ってるっていう使い方です。まあなのでそういう観点で言うとこのシリーズはすごくコストパフォーマンスがいいものだと私はちょっと思って買っていますと。で、今回ちょっと話のネタにしようと思ったのはですね、このサウンドハウスから今回買おうと思って、サンドハウスってあそこの成田空港の近くに倉庫みたいな展示場みたいなショールームがあって、そこで現物渡しで買うことができるんですけど、まあ、実家がちょっとそのあたり近くにあって、実家に帰るついでに買ってこようかなと思って、ちょっと値段とか新しい商品が出てないかなってのちょっとまた見てたんですが、今回ちょっとこのサンドハウスのホームページを見てるときに、なんか今はもうちょっとこのページのとこにもそのリンクがないんですけど、14,800 円からっていうリンクがあって、ちょっとそれをクリックしたらですね、このサウンドマートっていう
サウンドハウスが母体でやっている、フリマサイトがあってですね、ここでちょっと B 級品を1万4000円で売ってたので、おー1万4000円だったら買うしかないじゃんと思ってちょっと買っちゃいました。で、まあバッテリーが下手っていたとしても交換しても4000円ぐらいで済むので、それでも安いかなと思って買いましたね。で、まあその販売主が誰かなと思ってたんですけど、新古品というか、なんていうんですかね、外装に傷があったりとか、なんかネジ位置がずれてるけど新品未使用品ですって書いてあるので変だなと思って、ちょっと出品者見たらサウンドハウスそのものが出していてまあなんかラインナップの中にあれですね、サウンドハウス自体が B 級品と思ってるものをこのサウンドマートってところにちょっと出品したりしてるみたいなので、一度自分が欲しいなと思う機材があったらこのサウンドマートのサイトを見てみると、もしかしたら掘り出し物が見つかる可能性もあるなと思いましたというのがちょっとお伝えしておきたい情報です。で、今回はちょっと安く買えたこのクラシックプ2プロ、クラシックプロ UPS2000PS2 というのを買いましたという話ですね。で、今回はちょっと NAS との連動っていうのはちょっと捨てて使うって先ほどお話しした感じなんですけど、この NAS なんですが、めっちゃ重いですよ。20キロあるんですよ。20キロあって、これ今底面だけ見るとそんな大きくないように見えるんですけど、奥行きが60センチぐらいあるんで相当でかいんですけど、こんな感じで、電源として使える出力が6ポートというかコンセント6個分させるので、まあ、ここにまた延長コードさしてとかってなったら微妙だと思うんですけど、6ポートさせる仕様になっています。 AC の入力のここだけがちょっと残念で、入力のケーブルのね、あれ端子のレイアウトがちょっと違うんですよ。普通のコンセントを使うタイプのデバイスって大体この 3P のコネクタなんですけど、この UPS の電源はこのちょっとなんか横長の顔っぽい形のピン配なので、ちょっとケーブルが他のものを流用できないとか長さが調整できないっていうちょっとデメリットはあるんですが、まあ、こんな感じの入力になっていて、ブレーカーのボタンがまあ1個あるのと、6ポート出力があるのと、 SNMP は多分これオプションとかなんか他のグレードのものにはついてるんですけど、この機種にはちょっとついてなくて USB 端子だけです。で、あとモジュラー系のバックアップ用の端子もあるんですけど、まあ、ここはもう今使うことほとんどないと思うんですけど、まあ、この USB のところが、NAS だとは使えないっていうのがちょっと唯一のデメリットかなという感じですね。で、私の家では今これがまあ今回はもう一台、この前買い足したシノロジーで使おうと思ってるんですけど、1台目はルーターとスイッチングハブとシノロジーの NAS が今つながっていて、まあ、サーバー側につながっているので光ファイバー自体が通信できる状態であれば、うちの電気が止まってもしばらくはサーバーの運用が続けられるっていうような状況になっています。今回ちょっと違う部屋にシノロジーナスをまた新しく置いているので、シノロジーナスとセットでこれを使おうかなと。はい、ということで、まあナス連動っていうところがねちょっと唯一の欠点なんですよ本当に。それ以外に関しては何の不満もなく使えるので非常におすすめなんですが、ちゃんとシャットダウンしていいよってなると、もうちょっとちゃんとしたものを買う必要があるかなっていう感じですね。ということで、まあちょっと今週は、まあ、UPS をまた買い足しましたよって感じですね。UPS に関してはちょっといろいろ値段にできることがあればいいんですけど、つないで動けばそれで終わりなのであんまり語ることもないですけど、サウンドハウスの UPS っていうのは意外と安かろう悪かろうでダメだって書いてる人もたくさんいるんですけど、多分10年前とか取り扱いが始まった頃ってそんな感じだったと思うんですけど、今のものは全然問題ない気もするので、ぜひ一度興味がある方は使ってみるといいと思います。ブレーカー落ちる落ちないで、パソコンの電源落ちる落ちないってところに影響があるかってそんなこともないですけど、やっぱりちょっとサーバー立てたりとかする人になるといろいろデメリットも多いと思うので、こういう安価なもので停電対策ができるんだったらいいなという気もしますし、まあ非常用電源としても使えるので、いざという時にまあなんかライトつなぐとか照明だけつなぐとかっていう使い方をすれば、数時間は持たせようと思えば持つので、非常用電源という観点でもいいのかなと思います。モバイルバッテリーの化け物みたいなのに UPS 機能、モバイルバッテリーの化け物みたいなの最近いろいろ売られてるんですけど、あれに UPS 機能とかついてたらもう言うことないですよね。寿命とか耐久性の問題もあって、こういう鉛のバッテリーのタイプのものを買い足しましたというお話でした。